平野紫耀、神宮ジングジユータシンガポールでのガンツ通所デート写真にファン大興奮興奮。シンガポールでの夢のようなデート写真が平野紫耀とジングウジユータのファンを大いに興奮させています。新たな事務所とべで新グループナンバーアイを結成した平野とジングジがシンガポールのナイトプールでのロマンチックな瞬間を自身のインスタグラムに投稿し、 ファンたちの心をつかみました。この記事では、その写真を詳しく掘り下げ、ファンの反応について語ります。平野耀と神宮寺勇太の新たな冒険、平野耀と神宮寺勇太は、元キングプリンスへのメンバーとして知られ、滝沢秀明による新しい事務所とべに移籍しました。そして、騎士太と共に新しいユニット、ナンバー・ I を結成しました。 この新しいスタートに喜びを感じるファンたちは、特に平野と神獣児の友情と連帯感に注目しています。シンガポールの夜に浮かぶ美しさ、平野潮は、シンガポール旅行に関するストーリーを通じてファンにヒントを与え、期待を高めました。そして、11月7日に、シンガポールのマリーナ・ベイサンズでのナイトプールデートの写真をインスタグラムに投稿しました。 この写真には、二人の背中から夜景を眺めるショットや、デートのような瞬間を切り取ったショットが含まれています。写真から伝わるデートの雰囲気、写真には、平野耀と神宮寺雄太がシンガポールの夜景を背景に笑顔で写っている姿や、ナイトプールで寒さに耐えつつ仲良く過ごす様子が捉えられています。 シンガポールの夜景やマリーナベイサンズの美しい風景をバックに、二人のデートのような瞬間がファンによって高く評価されています。ファンの大きな反響、この特別なデート写真について、ファンからは熱い反響が寄せられています。SNS 上では、最高すぎる。 ドキッとしたヒーイってなりました二人でナイトプールなんても、い,いよといったコメントが多数見られ、平野潮と神宮寺雄太の友情や関係に感動していることが伺えます。ファンたちは、二人がシンガポールで素晴らしい時を過ごし、その瞬間を共有していることに大いに共感しているようです。平野潮と神宮寺雄太のシンガポールでのデート写真は、 ファンたちにとって大きな喜びと感動をもたらしています。彼らの友情と仲睦まじい姿はファンの心をつかむ要因となっており、新しいスタートを切った彼らの未来に期待が高まっています。デート写真は二人のファンにとってガンツクであり、これからも彼らの活動に注目が集まることでしょう。<laughs>